こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、2022年版、2022年の、1月ですね、今の時点での YouTuber のための音楽著作権まとめですね。音楽著作権まとめを作ったら、これものすごくよく再生されていて、みんなやっぱ気にしてるんだなということでですね、YouTube では音楽どうやって扱うかということですが、 YouTube も変化してるんですね。だから最初に僕はジャスラックに電話した頃と随分話も変わってきてて、やっぱり変わってきますよねって話をしたら、今回もそうなんですよねっていう話だったので、今の時点での、お話をしていきたいと思う。で、著作権の種類っていうのをもう一回ちょっとおさらいして、で、著作権って必要なのか、これ、よくこう僕のね、この見て著作権なんかそもそもいらないんじゃないのっていうふうに、お話しする方もいらっしゃるので、僕もそれはなしはなしでもいいかなとは思うんですけど、その辺のお話と、基本やっぱり YouTube では原盤は NG ですよねっていう、原盤っていうのはその CD を使って演奏、それを BGM にしたり、それに合わせて演奏するっていうのは基本的には NG ですよっていう話ですね。あと申告罪っていうふうに僕は前言ってたんですが、実はですね、いつの間にか申告罪ではなくなっているんですね。あと、海外国のシンクロ権って、このシンクロ権っていうのが、これは昔は特殊だっていうふうに言われてたんですけど、最近はもう個人なら OK だそうですね。しかも調べてみると個人事業主も OK ということだったんですね。ただし、一応ジャスロックさんにお電話したところでは、マネタイズに関してはちょっと注意が必要ですよっていうところが、お話の焦点になります。それでは、この辺のお話をゆっくりやっていきたいと思いますが、私の、チャンネルでは、音楽を楽しみ方、演奏とかでも頭の中で考えていることを、書き出してみたりとか、音楽を楽しむための、コンテンツをいっぱい入れておりますので、もし気になって面白いなと思った方は、チャンネル登録の方もお願いします。それでは始めていきましょう。はい、YouTube も変化しているということですね。2005年にできたプラットフォームなわけなんですよ。意外と本当最近ですよね。できてから音楽的なコンテンツももちろん上がり始めて、基本的にホームビデオ的なものとか、そういったものを扱ってるつもりだったんだと思うんですけど、本人たちも多分こんなに大きくなるとは思ってなかったんではないかなと思います。で、 YouTube はですね、じゃあこう音楽コンテンツの著作権っていうのを、著作権のあるものを禁止ということではなくて、包括支払いという形を選択していったわけなんですね。なので、シンクロ権っていうのは何かだと説明するんですけど、基本こう動画に音楽を使った場合は別の権利が発生するんですね。それを日本はもう基本的に著作権は、映像権と一緒にもう包括になってるんですけど、海外はこれ概念が違うんですね。だから海外の人はシンクロ権というのは別で考えているんですね。で、それを今後どういうふうに動いていくか未知ですが、今のところこの僕が前に出した時はシンクロ権で海外の曲だけは今日気をつけてくださいよって話をしてたんですが、これだからこの時は前回もシンクロ権に違反しないためにめちゃくちゃジャスラックさんに聞いたんですよね。どういうことを聞いたかというと、結局シンクロ権っていうのは動画なので、静止画のスライドだと大丈夫なんですよ。なので、 なんかの映像に対して BGM を使ったりとかすると、これはシンクロ権っていうのが必要で、実際にこうプロモーションビデオとか使う場合はシンクロ権申請っていうのをちゃんとします。はい、著作権の種類ですね。もともとですね、この著作権って昔はなかったわけですから、これを、モーツァルトとか、例えばモーツァルトにしましょうよ。モーツァルトが楽曲を作りました。で、オペラ作ったから作詞をする人もいます。ね。で、自分たちがこう演奏をして、実際にこうお客さんを動員して演奏して、お金を稼ぎました。これが普通ね。いいでしょ、ここまではね。こういう CD とかなかったから、レコードとかなかったからね。じゃあ、ここの他のこの緑の人はまた別の団体が、じゃあこの楽曲とこの曲を使って演奏してお客さんを集めて演奏しました。で、こっちよりもむしろ儲かりました。例えば1億円儲かったとするじゃないですか。そしたら、これってこの人の曲を使ってるんだから、ここにもちょっと支払うべきなんじゃないの？この人がいい曲を作ったから、あなたはこの恩恵に預かってるわけだから、だからちょっとはお金払うべきじゃないのって、これは著作権として守ってあげようよっていう考え方、これが著作権ですね。で、この最近の場合はですね、例えばシンガーソングライター、あいみょんさんとかね、いろいろな方がいらっしゃるじゃないですか。その人たちはこう自分で楽曲、自分で曲を作って作詞して、で、バンドを雇って自分も
弾き語りとかしたりとかして原盤を作るわけじゃないですか。原盤っていうのは何かって CD を作るわけですよ。でこれを作るときにこう楽曲の著作権、これはこれで著作権があって、作者作詞で著作権があって、でこれとは別個に、だってここ演奏するのにお金を使って、でこの製品を作ったわけじゃないですか。昔はこんなこう MP3 の配信とかはなかったわけですから、だからこうもう CD を買うしかなかったんですよ。レコードを買うしか方法がなかったわけね。検査喫茶店とかでレコードを流してる場合はこれは有線はもう包括で支払いしてるんですけど、自分ところのレコードで、かけた場合はレコードっていうのは自分が聞くっていうところの権利までなので、他の人にそれを聞かせたってことはそれを聞かせることによってコーヒー売れたんじゃないっていうところで著作権も払わなきゃいけなかったわけですね。じゃあこれカバーっていうのはこの人が作った曲をそのまま自分たちの演奏でカバーをしました。でこの時はね、またカバー申請っていうのがしなきゃいけないんですね。例えば僕の友人でスティング、結構自分の CD に入れてる人がいるんですけど、スティングの曲ってカバーを申請すると曲順が1番2番3番であったら2番削ってたりとかするとこれカバー申請通らないんですね。要は僕の作ってる曲っていうのはそういう2番抜かしちゃったらこの自分の曲の意味がなくなるから、だからそんな演奏はしないでくれっていうふうに、要はこの作った人にこの権利があるわけですよ、全て使い方に関して。だからお金払ったら使ってもいいよとか、例えばまあこんだけのパーセンテージ払ったら使ってもいいよっていうのはこの人に全部問わなきゃいけないですね、この人に。でないとここで儲けてた、そしたらこれお前俺の曲じゃんって言われた時に揉めるわけじゃないですか。なので揉めないようにジャスラックさんっていうのが、こう著作権協会さんがこの楽曲と作詞をこう著作権を預かってですね、なのでこう何パーセントって決めとくと、その自分たちは手数料を取りながら、じゃあここに支払いますね、じゃあその、ここからこんだけ払ってくださいっていうところを全部管理してくれるんですね。そうじゃなかったらこう10曲曲他人の曲を使うときは全部その10人の人を探し出して、で亡くなってたりとかするとこう著作権の持ってる人が変わってたりとかするから、その人著作権者を探し出して、でこの楽曲使いたいんですけどいいですかっていう連絡をして、許可をもらってお金も全部払って振り込みしてってめちゃくちゃ大変じゃないですか。だからジャスラックさんっていうのはものすごくいいことしてるんですね。ここまとめてやってるので、ここに管理してるって分かったら、ここに全部この曲とこの曲とこの曲を使わせてくださいって言ったら、じゃあこんだけですよってお金払って終わりなんですよ。でレコーディングをする場合は、最初の初版が1000枚吸った場合は1000枚分の著作権を払えばそれで終わりなわけです。ただしカバーに関しては、カバー申請に関しては必ずこれはまた出版社が別で持っているので、これジャスラックさん持ってないんですよ。なので出版社さんが登録して管理してるんで、この出版社大体3社あるんですけど、その3社の中でこの曲の管理、カバー申請を管理している人を探し出して、この曲カバーしたいんですけどっていうと、もう扱う、もう完全にこういうふうに、こういう状態、要はストレートカバーって言いまして、この楽曲とほぼほぼ変わらず、まあハーモニーもまあちょっといじるぐらいで、あんまりこう全体的に変化してないカバー申請っていうのは、まあすぐそこの、ただ海外の楽曲であったとしても、そこの出版社さんの判断でいけるのですぐ返ってくるんですね、カバー申請っていうのがね。ところが難しいアレンジをしたりとか、例えば曲順を変えたり、曲の1番2番を変えたりとか、カットしたりとかした場合は本人にやっぱ必ず聞かなきゃいけないですね。これカバー申請と言います。でここで演奏したところをレコードで出す分にはいいんですけど、これを何かの動画のバックで使ったりとか、制作して演奏しているところをやると、これはこの動画に対してシンクロ権っていうのがまた別個に存在するんですね。日本の場合はここに全部包括になってるんですけど、映像権っていうところで包括になっちゃってるんですけど、この楽曲とかね全部だから大丈夫なんですけど、海外の場合はシンクロ権って別概念なんですね。なのでここはものすごく気をつけなきゃいけないですよって言ったんですけど、最近はやっぱりもうYouTube とかそういったこう配信が普通になってきてるので、そこを全部取り締まると大変になるから、まあ個人とか個人事業主がやってる分には基本的にマネタイズしてなくて、個人の楽曲のいじり方であれば大丈夫ですよっていうところに持ってきたっていうことなので、基本的には原版を使わなければ大丈夫っていうのが、さっき言ったこの
このレコードを使って、この CD の音源を使って、それをそのまま流しながら演奏を上でしてみたりとか、その鍵盤を使って、その上でお話をしたりとかするのはダメなんですね。なので、鍵盤の、BGM にお話ししてるというのが見つかるとですね、基本的にはこれは、著作権違反になるので、まあ大体 YouTube で個人でやってる場合とかの場合は、その、止めてくださいねっていうペナルティで終わると思うんですけど、ここは難しいところですね。シンクロ権に関しては、これに関しては後でもお話ししますけど、いいねなんですね。だからいくらでもいいんですよ。なので、ものすごい高い金額をかけられることもあるんですね。なので、もうここでお金が稼いでしまっていたら、何百万という請求を受けたっていう会社さんのお話を聞いたことはあるので、まあちょっと怖いところではあるんですが、ただ個人で YouTube で、個人のアカウントで YouTube で上げてる分には、基本的にはこの原版さえ使わなければ大丈夫。カバー申請か、これ微妙なとこなんですけど、基本マネタイズしてないっていうところで考えると、ここら辺は全部大丈夫で、楽曲と作詞のところの部分には、もうYouTube さんがジャスラックさんを通して著作権を払っているので大丈夫ですよっていうお話なんですね。なのでもうポイントはもうこれだけですね。ここに関してももう個人であれば大丈夫っていうだけの話ですね。そもそも著作権って必要なのっていうのを僕がね、著作権についてこう書いてるとですね、なんか著作権っているわけねえじゃんって僕に怒ったりする人結構いるんですよね。僕知らんわって話ですけど、ミュージシャンの活動を保護するためのものです。昔はなかったわけですね。だいたい調べてると1899年ベルヌ条約っていうあたりで、まあ、著作権っていうのが、まあ、そのお金を支払う支払わないっていうことをやり始めた、まあ、きっかけになると思うんですけど、まあ良いものを作ったのだから収益が出るように権利を保護しましょうという考え方、さっき言ったみたいにね。だから自分が曲を作ったんですね。この著作権なんかがこう細かくああだこうだ言ってるから、だから音楽は発展しないでやって、いや、気持ちはめちゃくちゃわかるんですよ。だって自由に使えたら僕だってめちゃくちゃ嬉しいもん。だけど、やっぱりこの作った人に対して尊重じゃないですか。逆の視点で考えてみましょう。質問です。あなたがですね、自作でですね、曲を作って歌ってみたで YouTube に上げたものがバズりました。著作権収入が入りますって言われました。はい、10億円です。もらえますか？それとも、音楽発展のためだし、たくさんの人に歌ってもらえたから15億円はもう一銭も受け取らずに無料で開放する、それが音楽を作る人の普通じゃない、僕は10億円も取らないしみんなも取らなければいいっていう風に言えますか？僕もらっちゃいますよ、絶対10億円もらっちゃいます。やっぱり音楽発展のためだしっていうのは、やっぱりそれはそれで、だって10億円もらって、でその自分は著作権の持ってるわけだから、自分の好きな人にはタダで歌わせるってこともできるんですよ。そうやって考えたら、やっぱり自分が作って自分がいいものでいろんな人を幸せにしたんだから、その分著作権収入が入ってくるって言ったら、やっぱ嬉しいじゃないですか。やっぱそこに関してはやっぱり自分が欲しいと思った人はやっぱり著作権ってちゃんと払いましょうねってことですね。まあ、自分が欲しいって思った人はやっぱり著作権ちゃんと払いましょうねって僕は思います。はい、現場は NG、 さっきから口を酸っぱくして言ってますが、 YouTube ではコンテンツ ID という機能があります。コンテンツ ID っていうのは何かというと、まあ、波形を、登録しておいて、その波形を自動で検知すると、もうそのあこれはこの曲を使ってるな、登録している著作権者に連絡が行くようになってまして、でその時にもう自動的に収益配分してもうそれでいいよみたいな、まあ、半分半分でいいよとか、人によっては10ゼロっていう人もいるんでね。だからお金は全部もらうけど、YouTube のコンテンツとして置いておいて自分で演奏してみたは使っていいですよっていう人もいるんです。でもう有無を言わさず停止っていう人もいます。だから上げてしばらくすると勝手に停止になっちゃったことも僕何回かありますね。なのでここはコンテンツ ID という機能があるので、そこに関しては著作権侵害してます、あなたは著作権の曲を使ってますよって連絡が来るんですけど、基本的には何もしなくていいですよっていうメールが来るんですね。みんなそこで結構ビビっちゃうんですけど、著作権には侵害してるんだけど、その収益配分がもし起こった場合はちゃんと分配してくださいね、それはもう決まってますよみたいな連絡が来ます。で、まあ逆の立場でお話、僕は著作権持ってんだけど人が勝手に使っててさっていう相談があったんですけど、まあ要はいつになったらお金入ってくるんだって言ったら、自分でこれ主張しないとダメなんですね。これはあんた使ってるでしょ、こんだけ使ったから、こんだけ、まあ概算でいいんですけど、こんだけうちは、あなたは儲けてるはずだからこんだけくださいという請求しなきゃいけないんですね。
で、コンテンツ ID の登録しておけば自動的にこう振り込まれますから楽なんですけど、登録してなければ権利は、まあ、探してね、全部探して、あなたこんだけ、あなたこんだけってやるの大変じゃないですか。だからまあ基本的にはまあ自分から言わないとお金は自動的にやってくるシステムってないんですね。だからジャスラックさんも登録しておかなきゃ、自分で請求しなければそのお金はずっと入ってこないですから。相手が収益を得てなければ金額請求っていうのは基本はあれですよ、著作権っていうのは存在してます。なので、収益を得てなくてもちょっとそれ勝手にやるのやめてっていうふうに言ったら差し止め請求はできますけど、まあマネタイズしてなくてお金を稼いだりしてなければ基本的にそれ以上のことはあんまり言えないとは思います。申告罪ではなくなっているということですね。前の動画ではですね、僕申告罪だから大丈夫ですよって話をしたんですけど、申告罪ってのはどういうことかっていうと、まあ権利を持ってる人が侵害されたっていうふうに言わない限りは刑事罰には問われないということですね。要はまあ懲役行ったりとか罰金を払ったりとかしないくていいってことですね。刑事と民事はまた別ですよ。だから国がそういうこれ罰ですよって言って罰金を払わせる。でその賠償請求はまた民事で別にしなきゃいけないんですけど、基本的に申告罪っていうのは罪に問われるものではなかったんですが、これですね、2018年の12月からこれご指摘もあったんですけど、 TPP っていうね取り決めがあったじゃないですか。あれでですね著作権延長も、含めてやっちゃってます。なので死後50年ね経ってから著作権っていうのはなくなってパブリックドメインっていうのに変わるんですね。 PD って言われるやつに変わるんですが、死後70年に、変わってます。でこの間ちょっとお話ししたガーシュインが復活したっていうのは、ガーシュインさんはアイラーガーシュインさんでお兄さんと一緒にいて、お兄さんと共作だったから、だからお兄さんが亡くなったところに遡ろうっていう形なので、これとはまた別個なんですけど、死後50年から70年に変更しています。はい。なのでもうクラシックの古いやつとかは大体みんな著作権っていうのは全部切れてますね。まあ多分これってこの申告罪にじゃなくなったっていうのも、まあ多分こう漫画村とかもあったから、この辺2018年4月に閉鎖ですから、多分この時多分大きなムーブメントって社会問題になったんで、なのでまあこれも関係してんじゃないかなとは思うんですけど、ただ TPP 自体はもっと前からそういう話は出てたので、まあそういう方向に持っていこうという形ですね。なんでかってやっぱ漫画村みたいに、だから漫画村とかもこう漫画がこういっぱい上がってるわけじゃないですか。それを自由に見れるようにしたわけじゃないですか。そうすると漫画が売れない。だけど結局その申告罪であればこう漫画を描いてる人一人一人がですね請求をしないとその人からお金も取れないし罰を受けることもないわけじゃないですか。なのでそれだとちょっと大変だから、こういうのってもう後を絶たなくてこうどん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 無料で物事上げていくので、まあそういうことも関係して、要は誰かが訴えなくてももう警察が、そこに対してこうそこに対して刑事罰を問うことができるという形になったっていうことです。というわけで、まあ申告罪ではなくなって、ちょっとその取り締まりっていうのがまあダイレクトに来るかもしれないけど、よっぽど変なことやってなければまあこういう形で刑事罰に問われることはないとは思います。なので、まあ著作権侵害しててもそこまでビビることはなくて、多分そのまあ動画が止められたりすることで、3つ以上止められると YouTube ってアカウントバン食らうんで、ここはちょっと気をつけなきゃいけないところだとは思います。はい。海外局のシンクロ権っていうのがさっき、前回いろいろお話ししたんですけど、これでもやっぱり会社やってるね、やっぱりその制作会社の人たちと話してると、やっぱシンクロ権怖い、やっぱり怖いって言われますね。ただ個人なら OK で、今回はジャスラックさんに電話したら個人事業主でも基本的に個人のアカウントだっていうふうに認められれば、大丈夫ですよっていうね。ただしマネタイズには注意ってことですね。マネタイズっていうのは何かっていうと、この動画上でこの商品買ってくださいよっていうような、この直接的な動画がそのものを売ったりとかするっていうところに関してはダメですよって感じですね。なので、だからそういう意味では、まあ、個人のテリトリーというかはっきりしていて、マネタイズをしてないものであれば、その広告収入のボタンを押すことに関しては、そう大丈夫なんじゃないかなっていう返事は返ってきましたけど、ここに関しては僕もちょっとよくわからないというところですね。海外の人ってかなりシンクロ権普通に請求してくるので、
そこら辺マネタイズしてるとどうなるかっていうところはあれですが、一応その YouTube さん自体も個人事業主も個人でも OK ですよっていうふうに書いてるし、この間お電話した時にはまあ基本は個人のテリテラだったら大丈夫ですよっていうお話はいただきました。ただまあ事務所が絡んでいる場合は判断が分かれるということですね。なのでここら辺はちょっと気をつけていただきたいなと思います。なのでここら辺に関してはもう個人の裁量でやっていただくしかなくて、僕も正直こう別に著作権を払いたくない方ですね。どっちかというと自分が演奏する方だから払わずに済むものなら払いたくないですけど、でもやっぱりまあいいものを作った人が著作権を持ってるわけだから、その人に対してのリスペクトの意味で払わなきゃいけないものはしっかり払いますっていう形でやっていきたいと思ってるので、まあ海外局のシンクロ権に関しては最近はそこまで、まあ、実際取り締まれないじゃないですか。ものすごい数上がってるわけだから片っ端から摘発していくのも難しいし、ここに関してはだから、実際現場使ってる人いるじゃないかっていう問い合わせもあるんですけど、正直それはもう、実際にこう許可をもらってる人もいるし、まあ、許可をもらわずにやってる人もいるけど、それに関しては僕たちはもう本当にね、会社なんかもやってたりとかすると、要は自分もイベント会社とかやってるとめちゃくちゃ怖いことしてるなっていう感覚ではあります。ただこうあれですよ、だから、信号ね赤だから渡っちゃダメって言っても夜中、まあね、誰もいないところでこうピュッてやったからって言って、まあ事故らなければ大丈夫っちゃ大丈夫じゃないですか。だけどそれなんかこうまあそれに関しても、なんかこうカメラで映っててなんかその後でこう要はなんか撮られるとかっていうのは可能性はゼロじゃないけど、まずそんなことしてられないじゃないですかっていう話だなんですね。なのでそこら辺は個人の裁量で、こういう権利があってこういう風になっててこうなってて、でも個人でやってる分にはここら辺は大丈夫だけど、でもまあシンクロ権っていうのがあるので海外局を、まあ、原版を使うのはまず NG ですけど、まあ、海外の曲を自分たちで演奏してみたっていうのはもう、個人のテリトリーのチャンネルであれば上げても大丈夫なんではないかなっていうお話でございました。はい、最終的には自分で曲作ったらええんよということでですね、曲を自分で作って、今ボカロとかね本当にそれで財を作っちゃう人もいますから、なので自分で曲作ってって自分で作って BGM 流したりとかしたら、まあ、かっこいいはかっこいいですからね。本当にパソコンであんまり音楽のこと知らなくてもポポポポってこうリズム並べてなんかやってると結構かっこいい曲できたりするんで、ぜひ自分で曲作ってみたりするといいんじゃないかなというふうに思います。というわけで本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。